ラニエーリ・ダズブル語は、ロンバルド・ベネット王国の初代副王。ドイツ語名は、ライナー・フォン、エスター・ライヒ。トスカーナ大公レオポルド・一世の従男として、ピサで生まれる。1820年5月28日、プラハにおいて、カリニアーノ皇女、マリーア・エリザベッタと結婚した。ラニエーリは1818 18年から1848年まで、 ロンバルド・ベネト王国の副王を務めた。彼の置かれた立場は、わずかな行政責任と、自身と妻がミラノにおけるオーストリア宮廷の長と主張できるという許可であった。1848年1月18日、ウィーンから遠くなく、政府との通信にも便利なベローナへと移り、ミラノを離れた。ミラノとモンツァの宮殿は、 マクシミリアン大公が9月に到着するまで無人のまま放置された。1848年3月17日、ミラノの5日間の前夜に、チロルへ移った。1853年、ボーツェンで没死した。遺体は後に没したマリーやエリザベッタと共に、ボーツェンのマリア・ヒンメルファールと大聖堂に埋葬された。マリーやエリザベッタとの間に、以下の六男二女を設けた。 ありがとうございます。